栗橋茂選手ですが、東京都出身で1974年から1989年まで近鉄バファローズで活躍されたレジェンドなんで、1951年生まれで現在御年71歳。1973年ドラフト会議にて近鉄バファローズから1位指名で入団し、プロ野球生活をスタートさせます。特に大柄という選手ではなかったが、和製ヘラクレスとあだ名がつくほど鍛え上げられた筋骨隆々の肉体を持っており、長打力に優れた選手であったそうです。プロ1年目にはジュニアオールスターで MVP を獲得。プロ3年目のシーズン途中からセンターのレギュラーを獲得。プロ5年目には4番打者として定着。そして入団6年目の1979年、自己最多32本塁打を放ち、近鉄初の優勝を成し遂げます。翌1980年シーズンでは打率3割2分8厘、ホームラン28本、打点84で2年連続のリーグ優勝を牽引。最高出塁率のタイトルを獲得し、ベストナインにも選ばれました。1982年にも打率3割を達成、1985年にはサイクル安打達成。そして1989年、近鉄が9年ぶりの優勝を成し遂げたこのシーズンをもって37歳にて現役を引退しました。